キチャンネル。始まっていいですか。はい。じゃあ。こんにちは。言ってくださいよね。今始まってんのかどうか全く分かんなかったじゃないですか。もうタイムがね、もうすぐ20秒。びっくりしましたよ。何が。鈴木大地選手。はい。楽天が10億円規模のちょっと提示みたいな、はい、載ってましたね新聞にね。びっくりしましたよ、はい、日刊スポーツに、はい、なんか鈴木大地楽天が4年総額10億円、はい、4年です、用意みたいな、はい、やばいっすね。だって普通の計算したら2億5000万でしょ1年で。だから多分出来高もついてるから、はい、なんか記事では出来高含めって書いてありましたけど、そうですね、だからひょっとしたら18ぐらいの出来高7か、うん、15の出来高1か、うん、2の出来高コースね。この3つのうちどれかですね。全然今計算ができなかったんですけど、うん、出来高 1?1 億5000万が年俸で、1億円出来高で2億5000万か。出来高ってそんなつくんですか。いや、それつきますよ。え、出来高ってでも全部もらえる保証ないですよ、はい、いろんな項目が細かくあるんで。出来高は1億円ですよっていう提示があるんですか。仮に1000万単位のやつが10個あったら1億円になるじゃないですか、はいはい、ホームランを何本打ったら、じゃあ500万、はい、何本打ったら600万、はい、何本打ったら800万みたいな細かいのがあるんですよ。あ、そういうのを前もって決めておいてクリアしたらもらえるってことですか。あとざっくりもありますけどね、はい、これ僕のことじゃないですけど、はい、あの開幕一軍でスタメンだったらいくらみたいな。へえ、あ、出来高ってそういうことなんですね。はい、そうそうそう、私ホームラン1本1万円みたいな、そういう感じで。あ、そういうのもあります。へえ、はい、そういうのもあります。だからプラス30万。はいはい、まあそんな安い出来高ないですけど、あ、そういうのもありますすごいなでも10億っすよ、これマネーゲームで勝てます、もうそれが事実だったら。そうですね。いや、だって他の記事でソフトバンク3年5億規模って書いてあったんですよ。はは、4年10億ですよ。ちょっと楽天出しすぎじゃないですか。まあ、出しすぎ感あるんですけど、はい、だからね、多分皆さんもそんなに出して鈴木大地いるかっていうね、はい、声もあるかもわかんないですけど、うんうんうん、物の金額って売る人が決めるんじゃないですよ、はい、買う人が決めるんですよ、うん、ブランド物とかあるじゃないですか、はい、誰も買わなかったら、はい、その店潰れますよね、そのブランド潰れますよね、はい、でも必ず買う人いるんですよ、はい、ということはその人はその金額出しても欲しいってことでしょ。そうです、ね、もしくはそれ安いと思ってるわけでしょ。うん、だから成り立つわけじゃないですか、はい、誰も買わなかったら潰れるし、うん、買う人が多くなりすぎるってことはもうちょっと値段上げてもいいってことじゃないですか。そうですね。だから結局買い手が決めるんで、はい、これ件で言えば楽天側が決めるってことですよね、うんうん、鈴木大地を買うんで、はい、だから4年10億、うん、適正です。はあ、すごいなお金を払う側とお金をもらう側がお互い運って言ったのが適正じゃないですか、はい、だから10億円が鈴木大地適正ですけど、うん、だからまだでもね、うん、行くかどうか分かんないんで。そうですよね、楽天に、はい、だからそれを手に入るかどうか分かんないですよね。そうですね、ロッテも残留をお願いしてるわけですよね。そうです、そうです。でも10億円ですよ。だってもう4年で10億円もらって税金払ったとしても、はいはい、多分もう一生仕事しなくてもいけるんですよ。いけますね。だってサラリーマンの生涯年俸の何倍ですかって話ですよ。いや本当、4年で10億、はい、下手したら俺抜かれるでって話俺の生涯年俸、佐藤さんですら続けていったらね。そうですね、まだ第一だって30歳ぐらいだから、はい、まだまだいけますね。まだ全然いけるから、うん、そうなったらね、はい、でもね、最近ね、個人事業主のね、はい、税金の率が上がってるんですよ。はいはい、今最大がね 67.1% なんですよ。え、67の税金ですか。はい、個人事業主、はい、まあ、所得税がね、まあ、いろんな複雑な計算あるんで丸々取られないんですけど、はい、最大 45% なんですよ、はい、で、まあ、住民税が 10% で、うん、で55%ですよね、うん、で消費税がアップして 10% から65%になったんですよね、はい、で、復興税が 2.1 つくんで、はい、最大 67.1% の税金が取られるんですよ、はい、で、まあ、所得税そこな 10% とかこうすっごい細かい計算あるんで、うん、でプラスアルファは国民年金、国民健康保険でしょ。うわ、プロ野球選手は、はいはい、だ結構払いますね、税金は。そうですね、はい、経費とかもかかるんで、はい、まあ半分、まあ、4割から5割はなくなりますね。なくなる、はい、うわ、まあでもでもそれでも夢がありますね。そうそう、10億だと5億ね、はい、5億から、うん、6億残るっすよ、はい、楽天ドラフトで1位2位を内野手取ってるんですよ、はい、そうですね。結構内野めっちゃ集めてませんか。でやっぱ層が薄いって言ったでしょ、はい、ドラフトの評価の時に、はいはい、楽天多分層が薄いんで、うん、まあ、そこ厚めにしたいって思いもあるんじゃないですか。予想したら鈴木大地選手もし楽天に入ったとします、はい、そしたらまずポジションは、まあ、可能性で言えば、うん、
もし鈴木大地セカンドの浅村ファーストで源次サード、ウィーラーが DH、 森選手がショートを守ってとか、うん、まあ、新人が守って茂木、うん、が外野っていうなんか案も聞いたことあるんで、あーなるほど、可能性的にはもしくは浅村セカンド源次ファースト、はい、鈴木大地サードウィーラー DH っていうのがやりようはたくさんありますね。そうやりようはあるんですよ、はい、鈴木大地がねサードセカンド、まあ、ファーストショートを守れるんで、はい、どこでも守れるからやりようはあるんですよね、はい、でそれによって層を厚くするっていう、うん、なんか FA で取ってきたのに出られないっていう状況ってやっぱすごくかわいそうじゃないですか。そうですね、はい、でもロッテにいても鈴木大地は出れるかどうかわかんない状況のまま開幕はスタメン外れてますからね、うん、そうでしたねそうだったな。そうなってきたら、はい、どうせ同じ状況だったら、はい、お金がある方がいいって思うのも人間ですよね。はい同じ状況だったら、はい、確かに。でも今回だとその FA の4つの方ってあったじゃないですか。 あれだとどれに当てはまるのか結構難しくないですか。居場所でもまだ選んでないんで。そうだまだ答え出てないから言えないです。まだ家庭の話はできないです、はい、言ったらですけどまだ選んでないんで、はい、ロッテに戻る可能性もあるしジャイアンツかもしれないし、はい、楽天かもしれないし他の球団かも分かんないんで、うん、FA 作ってもらって選手はありがたいですよね。 FA できる前まではもう一生もうなんか障害契約みたいな感じで、うん、クビにならない限りその球団ばっかりだったんで、はい、年俸文句言っても上がんないですよね、うんうん、でも FA ができて FA 宣言取ったら他チームと交渉もできるようになるんで、はい、マネーゲームになって上がっていくっていう、うんうん、あだから FA できてずっと年俸高騰化してきたんですよ、はい、である人の出現によって、うん、あの野球界バブルが終わりました一瞬。えどういうことですか。誰の。落合さんの出現で、はい、落合さんが GM になって、はい、あの減額制限っていうのがあるんですよ、はい、1億円以上年俸の人は 40% までしかダウンできませんよ、はい、1億円未満の人は 25% までしかダウンできませんよっていうのがある。で落合さんが GM になってその契約をするのを見て、はい、あ減額制限以上ってバンバンやってもいいんだっていうことを12球団の人は気づき出しましたね。それ以上ダウン提示すると選手側は自由契約を選べるっていう、うん、いわゆる自由契約に してもなってもいいや、そうそう、もう嫌だったらもう自由契約になってもいいですよっていうのをね、はい、落合さんが減額制限以上をバンバン提示しだしたんですよ、はい、50% ダウンとか 80% ダウンとか、うんっていうのがなって、あのこれはですね今 PPP ってなったのはですね、今ですねあの森藤さんっていう素晴らしい方が多分ね、はい、登場しますね。今いらっしゃった感じですね。はい、多分今いなんですよ。すっごいタイミング悪い、後でちょっとね怒っときます。多分もう一回なりますよ。そうですか、はい、もうだもじゃあ2回怒らなきゃいけないですね、はい、次の方は無視してください、はい、あの次になってもこちらも無視して続けますんで、はいはい、皆さんも無視してください、はい、減額制限以上ってことはダメになって自由契約でしょ、うん、はい、でこれ自由契約になりますって他の球団行ってどこも取ってくれなかったらもう事実上のクビじゃないですか、はい、それも選手側は大変ですよね。うん、だからあんまり上がりすぎるのもちょっと怖さも出てくる。そう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 、はい、反動で下がるんで、はい、だからそれをやりだして12球団の人が減額制限以上をバンバンやりだすことによってプロ野球バブルが崩壊したんですけど、はい、またここに来てね、はい、ちょっとバブル景気上がってきます。プロ野球いやー結構10億ってビッグですね。そうですね、だからここに来てね、はい、なんでプロ野球界の景気が上がってきてるか知ってます、はい、知らないです。ソフトバンクがね、うん、強すぎるからですよ。え、なんで強すぎると。ソフトバンクが強すぎるから、はい、やっぱいい選手を集めないと育てていくにはちょっと無理やと、はいはい、ちょっと時間が足りひんぞ、うん、来年勝ちたいぞと、うん、FA した選手をもうちょっと取ってなんとかして活躍しようということで、うん、そのソフトバンクに勝つために人集めなきゃいけないから、はい、お金をバンバン使い出してきたんですよ、はい、でソフトバンクもお金出すから使うじゃないですか、うん、でマネーゲームになるじゃないですか、はい、でなった時に高騰するっていう、うん、こうバブルで来て2010年過ぎぐらいから若干下がったんですけど、はい、ここに来てまた上がってます。あーなるほど、はい、いやただ、まあ、バブルが来たって言ってたじゃないですか、はいはい、だったらこの間の動画で育成を引3軍を引いた方がいいって言ってたわけですよ、はいはい、3年4年で10億払えるんだったら、うん、3軍余裕で引けますよね。10億円が僕らで言う、うんはい、1000円だったらどうします。いやピュッて出しますね。でしょ、はい、だからそこの資産規模と会社のデカさによって、はい、そのお金の価値って変わるじゃないですか、うん、そっか10億がそこまで高くないっていう認識の可能性もあるんですね。可能性もあるんです。10億らいいですよかもわかんないです4年でね、はい、はいはい、だからまあ2億5000万ずつ、はい、いいですよっていう可能性もありますよね、はい、ソフトバンクが5億だったらじゃあこっちは10億出せるよ出せるよって、そうそうかもわかんないんで、はい、へえ
だあ3号いつでも持てますけど、まあ別に必要ないですよって思ってるかもわかんないじゃないですか。そうです、まあ、それは球団の考え方ですもんね、はい、3軍作らなくても強くする方法知りたくないですか、はい、あ知りたいです、はい、3軍作らなくても強くする方法、はい、FA 取らなくても強くする方法、はい、また次回お教えします。はい、楽しみにしてます、はい、あすいません、あの訂正があります、はい、皆さんにお詫びしなければいけないのと、あと森藤さんにすごいお詫びをしなきゃいけないんですけど、あの今ピンポーンって言ったのは森藤さんじゃなくてウーバーイーツっていうあの、はい、食事が届いたんで、はい、あの森藤さんには本当に大変申し訳ありませんでした、はい、訂正してお詫びを申し上げます。あの私たちのお昼ご飯でした。そうですね、いないのに文句言われてお昼ご飯でね、森内さん本当にすいません、ね、タイミング悪いとか言ってね